決めた。若き投手とその人しかし敵に攻め寄せた。二人は敵軍だった。二人手を取り合って生きていく。ずっと。第5話ヨゴコハン決戦。愛が二人を強くする。勢いづく浅井義勇じゃ国を守れねえんだな。来たか。まずは敵の猛攻をしのぐぞ。長間様、国有に囲まれましたぞ。これは一大事。いや、それが君は争いを終わらせる好機と見える。これが最後の戦いだ。みんな貸してくれ。この戦に勝てば争いの日々も終わりだ。長政様が目指す優しい国のために参りましょう。何時らの闘争を楽しま。争いを楽しむような人、長政さんの国にはいりません。敵将には決めたそういうことをしました。一の活躍がそれがしに勇気をくれる。いい神さんもらって長政は幸せなのだ。優しい長政様に嫁いだ。次に入れば。男ってのは神さん次第ってことだな。みんなよく耐えた。次は我らが打って出るぞ。謙信も氏康もかっこ悪いのう。わしが出ちゃおうか。最後か。しまった。ここまでは挟み撃ちだ。長政様の背後の敵は位置が変わります。行くぞ。かかれ。かわいそうなことをしました。
エンジンが来るまで粘るのだ。太平の世を奪うのは我が主一人、邪魔はさせぬ。ただか長政様の御為、父をここに頼むべし。援軍が来るまで粘るのだ。お見事。こいつはお役に立てているでしょう。主がため散る覚悟はならば我に挑め。生きる覚悟で参ります。遠征にも私は同じだが、道は譲れぬ。この悲しい戦いをなくすために参ります。そなたらに仕組みを。よく死に場所を得たわ。
災ごときに王道を阻まれようとはな。失礼な。長政様を侮辱するなら許しません。今が。叶えてみせる。地に平和を。やっ。
うぬ一人では試せぬな。進め！よくし、居場所を。すらもうがつうぬらがあい認めようぞ。一、やったのだ。それがしたちはついに長政様、嬉しい。一、大切な一、これからも二人生きていこう。そなたへの愛だ。お、ま、こらすまぬ、イチ。だが、それがしの愛は決して…おわっ、